はい、レーサーチョニーのニコです。こんばんは。レサクラ、レサクラフトやってますか？今日もね、ネタ切れしない思考法、昨日の動画と同じような感じで何個か僕あるんですよ、そのネタ切れしないように。やっぱりね、まあ僕プロとしてやってて13年お店やってるんで、年間にそうですね、ベルトで 4,50 本とか、財布でまあ 3,40 個ぐらいは作るときは作るんで、やっぱりね、ずっと作ってると、やっぱりね、僕ハンドメイドレザークラフトで成形プロとしてやると思ったときに、やっぱりね、同じものあんま作りたくなかったんですよ。やっぱ皆さんもそうでしょ、同じものってね、作るん嫌やから、こうなんか自分で同じものが嫌やから自分で作ったり、そういうところに頼むじゃないですかね。僕はそうなんで、やっぱりね、そのネタ切り製品っていうのが一番やっぱり自分の中で指針となってて、いろんなやり方をね、ちょっとね、生み出したというか、ほんで、まあ、昨日のやつが一つそれで、もう一つがね、例えばね、作ったものをこういうふうに配信したり、僕技術とかも配信してるじゃないですか。まあネタバレじゃないけど、するし、インスタとかでして、出したら、その、なんていうんやろうな、それがもしかしたら、まあ悪い言い方パクられるかもしれないじゃないですか。で、それでいいと思うんですよね。真似されても。真似されるのは別によくて、真似されたら、まあその出したら僕のもう技術ではなくなるんで、もう一つ上に行こうと思うんですよ。新しい技術を作ろうと、新しいものを作り出そうっていう風にマインドがね、あるんで、そこら辺もその自分が新しいものを生み出していく意味での、その何て言うんやろな、河川みたいにしてます。なんか新しいものできた、でもこれはそのね、お客様と僕だけのその何て言うんやろ、あれにするんじゃなく、皆さんに見てもらって、踏んでいて、それがね、いいと思って捉えてもいいし、捉えることはあんまないやろうけどね。そういうふうに、ね、分かんないじゃないですか。ってやれば、その自分は一個出したものはもう打ち止めで、よりその自分の中で責任を負うように、人にこうバンバン出して配信していって、ほんで新しい技術をつけていく。やっぱりね、この動画を撮ってる間でも、取り出した間でも、新しい技術っていうのは着々とできてるんで、やっぱりそうする方がね、よりね、アウトプットしようと思ってインプットするんですよ。インプットしたら、ほんだら自分でそのやってみようと思って、これ使えるわって、ほんでまたこうやって配信できるっていう、やっぱりね、アウトプットの量を増やすとインプットが増えるんで、なんかいいなと思います。いつでもやっぱ考えるんで、っていう感じですかね。あとはね、だから本とか雑誌とかあるじゃないですか。まあ僕ら言うたらバイカーも、ああいうのを見たとしても、クラフトの、あとイベントとか、街のショップモールとかで革製品見たとしても、見てすごいな、こここういう風にやってんやとか思いますけど、それがね、売れるんかもしれんけど、そうやって出してるっていうことは、でも、自分は作らんように、ここはこうしようとか、そういう風に考えるように、マインドを持っててますね。やっぱりね、新しいものを作っていく、オンリーワンのものを作っていくっていうのは、すごく孤独なんですよね。ね、一個出したらだってそれで終わりで、ずっと考えてて、例えば1年考えたものがその一人のお客様が気に入ってくれた、ほんだらね、2、3日まあまあ仕上げて、それでおしまいですからね。だからどん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 入れていかんと、その枯渇するんで、枯渇自体はやっぱり自分も面白くないし、自分がこれからずっとやっていけるのかなとか思ってしまうんで、枯渇しへんように、アウトプット、インプットするためにアウトプットの場を見つけてるっていう感じですかね。ちょっと分かりにくいですかね。皆さんもね、その多分今の間はね、レザークラフト趣味でやってるだけなんで、そのどんどん作りたいものあると思うとあると思うんですけど、やっぱりね、僕みたいにこう副業にしていったり、プロになろうと思ったら、
やっぱり出す方が多いんですよ。なので、そういうマインドっていうのは今のうちに養っている方がいいと思います。例えばメモ書いてみたりね。僕最近はねこの、動画も思いついたらメモするようにしてるんですよ。前もねそんなことなかったんですよね、うん、そうしていかんとねその追いつかないんで忘れてしまうんで、うん、ぜひそういうマインド自分なりに考えてみたらどうかなと思います。いいねチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。